はい、オンサイトマネジメント事業部の橋本です。今回ですね、週末は台風が来るということで、昨日結構強風と雨結構降ってたんですけど、直撃ということじゃなかったので、中期的に管理物件のところでなんかそういった水漏れとか、風災とかで事故があるかって今ないような状況なんで、そういった意味でですね、ちょっと少し、安心している状況ではあるんですけれども、まだ向こうの西日本とかそういった部分でまだ台風とかの影響で認められますので、ちょっとあまり大きな被害とか事故がなければなと思って、一応今天気予報とか見ています。やっぱりこういった天災とか来ますとですね、実は管理の人間って本当にちょっとドキドキしながらちょっと過ごしているような状況でしてですね、今後もそういった形でですね、ちょっと引き続きいろいろと天災とか来ると思うんですけど、でも日々の業務ですね、対応していきたいと思っております。で、今回ですね、ちょっと前回の続きということでですね、大京立ち会いのことでですね、ちょっと前回ちょっとお話ししきれなかった部分のところでちょっと補足というかですね、ちょっとお話できたらなと思って、ちょっと今回も続けて、2週目は、続けてですね、大京立ち会いのお話をさせていただけたらと思います。で、実際は私の方も大京立ち会いとかって以前の会社でこうやってまして、今でも大京立ち会いタイミングによって活かしたことあるんですけども、その時によくお話しさせていただいて気づくこととか、それの話とかちょっと今日は話できたらなと思ってます。で、よくですね、大規模立ち会い行くとですね、まず、工事の負担金とかの話とかも、お部屋の状況を見させていただいて、で、当然ちょっとお客様の貸しとかある部分とか、もともと契約時に決まってる、ハウスクリーニング代の費用とかですね、そういったお話をさせていただくんですけども、その時に前にですね、やっぱり敷金とか礼金って普通返ってくるもんじゃないですかとかですね、そういったですね、契約時に全部これ説明はさせていただいている、こういうのも書かせていただいてるんですけど、重要事項とか契約書の方にも記載してますし、その時にもですね、私ども必ず契約の時にはですね、来ていただいて、で、お話もさせていただいた書面とか見ていただきながら読み合わせしながらですね、確認させていただきながらご説明のをさせていただいてるんですけど、それでもやっぱりこういったですね、敷金礼金で返ってくるもんじゃないですかとかですね、そういったお話をいただいたりとかですね、あとこう負担の費用が高いとかですね、これも弊社の方では今賃貸借契約書の方でも大体 の項目の方は書かせていただいてますので、金額をいくらとかクリーニング代がいくらとかですね、そういったことを記載させていただいて説明もさせていただいてるんですけれども、大京立ち会いに行くとですね、こういった話が出てきたりとかですね、あと契約時にそんな負担の部分とかそんな話聞いてないとか、これも全部ですね、契約の時に説明させていただいてるんですけれども代理契約とかそういったこともあるのかもしれないんですけれども、そんな話聞いてないよとか、そんな話を言われることがあります。あとあとあるのがですね、不具合が実際、サービスケースとこれ本当はしてたんだろうなっていうようなことがあってもですね、自分で過失があって不具合壊れてしまった案件でも自分的に問題なければ、いやこれ費用を負担する必要あるのみたいな感じのことを言われたりとかしてですね、納得されなかったりとか、当然壊されたとか過失がある場合には負担していただかないといけないんですけれども、自分的に問題なければ次の人も問題ないんじゃないとかですね、そういったお話とかを言われたりとかですねあと私が結構あったのは外国の方でですね、自分が過失というのは認めるんですけれども、お金払わない払えないというかですね、そういったことを言われることがあります。以前もタバコの方を吸われてて壁紙が真っ黄色で最終的に金額精算させられてこの金額ですということでお伝えしてもですね、分かりましたと、私が悪いのは分かりましたと、でも今お金ないです、お支払いできないです、すいません失礼しますみたいな感じのお話があったりとかですね、こういった感じでですね、外国の方とかで大学たちが当然習慣とかの違いがあったりとかっていうのがあるんですけども、こういったお話とかっていうのがあります。で、当然こういったお話というのは基本的には全部先ほど言いましたように重要事項の説明とか契約書の方に記載させていただいたりとか、説明の方をさせていただいてるんですけれども、こういったお話とかっていうのをいただくことがあります。大学たちがいただいてますと。で、あと傾向としてっていう言い方もちょっと大まかにはなるんですけれども結構シングルのお部屋とかですね、短期間の方でもですね、よく私も大京立ち会いで行きますと要は居住年数とかっていうのを確認しながら行ったりとかですね、女性男性とかあと年齢とかですね、そういった一応確認事前にしながら大京立ち会いの方に行くんですけれども、
結構ですね、短期でもですね、部屋を結構汚く使われてたりとか、汚されてたりとか、特にタバコとかって結構もうずっとヘビーフローで座りますと本当に、短期間でもですね、黄ばんだりしますんで、よくお客さん来なくちゃ住んでないのになんで張り替えしないといけないのって言われても、結構短期間でタバコとか吸われますと黄ばみとか匂いとか残ってますのでですね、そういったことを、気にされなくて仕事を使われたりとか、あとなんかむしゃくしゃしててちょっと壁叩いたら泣いてしまったとかですね、あと画鋲は一応ちっちゃなものに関しては基本的にはいいんですけれども、結構友達とかでこう写真の方が甘く入るような感じで結構穴になってしまったりとか、なんとなくこの若い方がお部屋使われるとかお部屋大事にされないかなというところがあるんで、この辺のところっていうのは契約時にですね、そういった使い方をきっちりしないとですね、費用負担とかっていうのがかかってくるというのをですね、一応事前に説明させていただいてるんですけども、こういったことっていうのの説明のですね、重要性というのはちょっと大きいんじゃないかなと思います。あとですね、結構、立ち会いにですね、とりあえず何か言えば何とかなるだろうと、要は最近はネットとかでですね、結構どんな処方をしても資金必ず返ってきますよとかですね、費用負担はしなくてもいいんですみたいな感じのことを結構ネットで書かれたりとかするのがあるんだとは思うんですけど、多分それ一部の部分抜粋されているような感じで、全体的に言ったら多分そういった内容じゃないことがほとんどだとは思うんですけども、結局いいところの箇所だけ抜粋して見られててですね、いやいや、これ費用かかんないんじゃないですか、なんで私これお金払わないといけないんですかとかですね、そういったお話を言われる時があります。ですので、こういったトラブルとか私もよく今までも立ち会いに行った時もあるんですけど、そういった時にはあらかじめ契約の内容とか、法的な内容とか、あと今現状解雇のガイドラインで最終的にですね、こちらの負担割合、こちらが請求過失部分でご負担していただく部分とか、ご精査した部分とかって明記されてますので、この辺のところを事前にですね、内容の方を熟知した上で、代表立ち会いに臨めばですね、この辺の話を言われたところでも、私は普通にこの部分も契約書に記載してますんでとか、現状解雇のガイドラインで国の方でこういうふうな指針で決まれている内容なのでご負担をしていただけますとかですね、こういったことっていうのをですね、お話もさせていただくんですが、私も、ね、最初はやっぱこの業界でも20年ぐらいになるんですけど、やっぱ当初はこういうこと言われますとですね、結構ひるんだりとか、結構もう約、かなりのこう強い口調で、いや、こんなもん払うの納得いかねえとかって話言われた時に結構たじろいたりとかっていうのもあったんですけれども、今前回の時の動画でも話させていただいている通り、法的な部分がだいぶ整備されてきましたので、こちらの方でもこうお話しやすくなったというかですね、可視化め、可視化がとかですね、明確化してきるので、そういった部分というのはお話ししやすくなったというのはございます。でその他のトラブルとしてですね、もうこの辺とかはちょっと当たり前のことも多いんですけど、結構退去立ち会いに行きますとですね、そのままゴミ置き場のところに粗大ゴミが置かれたりとか、分別していないゴミ袋が死亡をですね、こうゴミ置き場に積まれたりとかで、実際、そのゴミ聞いたら出してましたとかですね、いやもうその日今日分別するゴミの日じゃないからその日に出されても回収できないですよって言って、あ、そうなんですかみたいな感じで、そこまで置いておいてはダメなんですかとかっていうことがあったりとかですね。で、これ最終的には分かるんですけど、自転車とかも一応退去立ち会いの時に持って行ってますよねとかって話聞くんですけれども、結局こうそのまま置かれることとかがあったりとかすると、よく自転車で駐輪場から自転車がこういっぱいになりますよっていうところのところで、こういった退去された方の自転車が残ってたりとかすると、っていうトラブルとかがあったりして、結局ですね、自転車置き場の整理を後日しないといけないとかっていうのが出てくるんですけども、こういったゴミとかですね、最後の処分的な話とかっていうのが、出てきますね、代表たちに。で、あとですね、これも多いのが退去日の当日に引っ越しをしてですね、退去時間に間に合わないと。でよくこれ繁忙期とかでもあるんですけども、当日に引っ越ししますんで、午前中に引っ越しするんで1時から退去立ち会いお願いしますとかって話あるんですけども、行くとですね、まだ荷物置きっぱなしのままで、これいつやるんですかって言ったら、引っ越し業者さん遅れてるんでちょっと後から来ていただけますかとかって話がよくあるんですね。でやっぱこういうのをされますとですね、結構退去立ち会いの時とかも結構繁忙期で時間区切ってやってるんで、これで言うと、あとまだ後日ちょっと調整しないといけないとかっていうのが出てくるんですけども、
今弊社の方ではちょっともう当日立ち会い、引っ越しの時の立ち会いというのはかなりちょっとそういった形で厳密に言ってます。そうじゃないとやっぱりもう予定が来るとき結局退去立ち会いが、できなかったりとかって出てきますので、まあ、ただこういったですね、お話をいただくこととか行った時に対応することっていうのはあります。であとですね、次に解約の連絡があるのその後連絡だし、まずは解約の通知自体はしていただけるんですけれども、結局もう解約しますっていう通知がもう解約となんか勘違いされている方が多くてですね、これは主に外国の方が多いんですけれども、一時やっぱ多かった、そういった部分でですね、要は解約連絡されて、じゃあ、説明として、その後お部屋荷物出して、ルームチェックをしますと、その時に鍵の方の返却をするんですよって話をしてても、もう最初の通知の言った段階でもう解約のが終わってるという認識でですね、結局連絡ないと。で、私もこれ安否確認ないとか、ちょっと確お部屋の確認できたら実際お部屋鍵が開いてて中に鍵が置かれてるとか、そういったまあ余人間みたいになるようなこととかっていうのも実際あります。で、これは外国人の方多いっていうのもまあ、ちょっと余談なんですけれども、実は 3.11 の時ってこの話ものすごく多かったんですね。連絡をいただいて、でその後結構余震とかあった段階で急に連絡取れなくなって、行ったら現場に鍵もみ消とからで鍵だけが置かれたりとか、ポストにゴミが鍵が置かれたりとかですね、そういったこととかっていうのもあります。あと最近ですね、インターネットのビーフレッツとのモデルがこう残っているということで、一応、まあ、こうビーフレッツでちょっとこうやって書いたのはあんまり良くなかったんですけど、こういったインターネットの方のモデルをこう借りられてですね、で一応その宅内工事っていうのを、まあ、実際ご入国されてるんですけれども、結局これモデル自体はそのインターネット会社のものなんで返さないといけないんですね。でそういう時にまた宅内工事っていうのはもう一度前のところに原状回復として戻していただかないといけないんですけれども、結局その日にちが実は退去日に間に合わずでですね、そのままにされるとかっていうケースとかってあります。でそれで実際どうしましょうかって話になったりとかっていうこともあって、まあ、実際それはちゃんと事前にやっていただかないと困りますよって話とかもさせたことあるんですけど、こういったこととかがお話しいただくことありますね。あとまあこれはもう退去してからの後日分かる話なんですけど、郵便局の転送届ですね、当然お荷物引っ越し前でしたらそこにお荷物届くことになっているんで、それをまあ新しく転居するところに切り替えまでの間に転送届けっていうのをやっていただかないと、郵便局はまた前の住所に送っちゃうんですね。そうしますとですね、今入ってる方が前の入所者のお手紙の方が来て、これ困るんですけどどうしたらいいですかということが起こります。ですので実際ここのゴミのこととかですね、転送届とかインターネットの解約関係とか、あと公共関係ですね、電気、ガス、水道、こういったものというのは退去立ち会いの時に全部すべてチェックします。終わってますか、いつ完了してますかとか、衛生できてますかとかですね、でその中でまあこういった転送届の話もさせていただきます。でその時できなければすぐにこれ郵便局でどこの郵便局でもできますので、そこで支給書いていただかないと実際その後で来た荷物保証できないんで、必ず転送届してくださいねって話を言わせていただくと、まあこういったことっていうのはないんですけれども、やっぱりまれにやっぱやられてない方とかありますと、前の荷物が来るっていうことがございますので、で今の入居者さんの方が困ってるんですけど、ということでちょっとSR サービスケースになってこととかあります。であとですね、まあこれもちょっと下の人もう一個ですもレアなんですけど、前の入居者さんのゴミの使い支援の使い方が悪くてですね、国有とか後日出たりとかですね、まあ、これやっぱりゴミ部屋とかで出て後にその配管とかそういった部分の衛生的なもので出ることっていうのはちょっと周りに出てきてますんでですね、一応まあ、こういった、案件っていうのは、退去立ち会いを受け付けるときにですね、事前に私ども弊社の方でも退去立ち会いの担当者がいますので、その担当者がですね、事前にまあこの辺のところの、漏れがないかどうかっていうのを説明させていただいて、チェックさせていただいて対応してるっていう、やっぱりそういったことがやっぱり事前の説明っていうのはものすごく重要だなと思います。で、まあ、私自身もこう立ち会い行ったときに、こういった一つ一つのですね、チェックのをさせていただいて、まあ、ご迷惑がかからないような形でですね、対応の方をですね、させていただいているような形になります。といった感じでですね、結構退去立ち会い、まあ、一つの業務ではあるんですけれども、結構やってますとですね、いろいろな、トラブルであったりとか、違う、こう、なんていうんですかね、私どもでも、
こういうふうな対応しないといけないのかとか、こうびっくりするような内容とかですね、いろいろ出てきますので、まあ、そういった内容のことがですね、少しでもちょっと今回お話しできればなと思いましてお話しさせていただきました。まあ、また次回もまあこういったいろんな業務的なこととか、まあ今あることとかですね、いろいろとお話しさせていただいて、まあ、人材管理のことについて、少しでもちょっとご理解いただけたらなと、また日々頑張っていきたいなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。